はい。皆さん、こんにちは。ワナリグルビジです。では、今回は、デート時の決断法パープキット。駆逐艦のみで、打倒、アメリカ、イギリスを目指す。ということで、続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、アラビア海までなんとか進出を果たしました。で、今回はですね、ドイツ軍かなりピンチに陥ってますので、地中海の方に突入してですね、ドイツ軍の救援戦を行っていきたいというふうに思います。まず最初にですね、技術開発薄く入れておきます。やっぱりお金がね、少し不足してきているので、厳しいなというのと、ドイツはそれ以上に厳しそうですね。お金はあるものの資源がなくて、苦戦をされているような印象です。では、これでですね、艦隊を送り込んでいきたいと思います。で、艦隊の方はですね、駆逐艦しか使えないよということで、お話ししてきてると思うんですけど、駆逐艦は消耗品なので、とにかくね、常に駆逐艦を建造しているというね、そういう状態です。駆逐艦も新しく、艦型がね、設計可能な状態になってるので、設計をしていきたいところなんですけども、今ね、ちょっとそこまでお金の余裕がなくて追いついていないという状況なんですが、今回、アラビア海から艦隊を送って、ドイツの救援ができたら、改めて、新しい駆逐艦の設計を、していきたいなというふうに思います。では、東周回に向けて艦隊を送り込みます。敵、連合軍艦隊、マリアナ沖に侵攻。これマリアナの防衛戦ですね。逃げ回り作戦を行います。はい、マリアナ沖の方は駆逐艦2隻を失いましたが、防衛を果たしています。では、今回のね、一番の目標である東地中海。こちらの攻略戦を始めていきましょう。投入するのは第1、第2、第4艦隊になります。それぞれ、駆逐艦の他に、揚陸艦を4隻から5隻程度入れています。できればね、サクッと取ってしまいたいなというところですね。全部で3つの敵飛行場ありますので、この3つの飛行場の破壊と2つの敵の艦隊入っているようなので、この2つの敵の艦隊、これを潰していきたいと思います。では、始めていきましょう。日没とともに出撃です。まず一つ目の飛行場に関しては、確実に1ターン目でね、潰してしまいましょう。この夜のうちにできればね、飛行場を破壊してしまいたいなというふうに思います。で、あとは敵のね、動向を探っていきます。第1、第2艦隊は、マップで言うと画面の左下の敵基地の方向に揚陸艦を護衛しながら進んでいきましょう。第3艦隊はマップの中央付近にあるね、この島にある敵の艦隊を狙っていきます。敵の飛行場を狙っていきます。第1艦隊から揚陸艦はすでに切り離してあります。第2、第3艦隊だけ揚陸艦を護衛しながら進んでいるところなんですが、敵の艦隊から砲撃を受けている音がする。どの艦隊が砲撃を受けているのか、ここだ。第1艦隊ですね。第1艦隊敵の砲撃を受けてますので、ライトをつけていきます。ここから艦隊戦に入っていきましょう。敵の艦隊発見。ここは雷撃戦に入っていきましょう。そうすると、第2艦隊からも揚陸艦を切り離して、駆逐艦隊の方は敵の艦隊の撃滅の方に入っていきましょう。第3艦隊はそのままにします。進路固定。では、第1艦隊山本五十六のね、艦隊、ぶつけていきます。第1、第2艦隊で、この敵のね、戦艦と空母入ってると思うんですけど、この艦隊を潰していきましょう。
ちょっとまだ距離あるようなんで、魚雷をね、確実に当てられる距離まで、接近をしていきます。第2艦隊は敵の艦隊の進路を塞ぐように、進路を取っていきましょう。第1艦隊から魚雷の攻撃が始まってます。2個艦隊入ってると思うので、もう1個艦隊ね、どっかにいると思います。全速で動いてますけど、敵の艦隊もまだ足が速いですね。で、島風型の駆逐艦なんで、敵の主砲、特に従順以上戦艦の主砲を受けると一撃で沈む可能性があるので、できるだけね、早め早めに魚雷を打ち込んでいきたいなというところですね。第2艦隊が敵の頭を制するかっていうとちょっと難しそうだな。敵の艦隊はこちらの揚陸艦を狙ってるようにも見える。さあ、こちらは揚陸艦をね、上陸させていきたいところですね。早め早めに。第1艦隊混乱してるな。ちょっと後を追っていきましょう。第2艦隊が敵の艦隊の頭に入れるかどうかっていうところですね。空母と戦艦沈めておきたいところなんですが、ちょっと難しいかな。できればね、ここで敵の艦隊にダメージを与えておきたいところなんですけどね。第2艦隊で敵の艦隊を攻撃。第1艦隊は機関がやられたのかな。混乱してますね。第2艦隊からは魚雷を撃っていきます。揚陸艦を出したら、揚陸艦を撤退させていきます。失いたくはないですからね、ここもね。夜明けまではまだ時間があるので、ここは、確実にね、潰していきましょう。第3艦隊の方はこのまま揚陸艦部隊を上陸させていきます。第2艦隊は敵の空母を仕留めていきたい。敵の空母戦艦、ここをね、仕留められるとだいぶ楽になってきますからね。第3艦隊が敵の艦隊を発見してます。第3艦隊はこのまま敵をね、叩いてもらいたいところなので、揚陸艦は敵の艦隊から離れるように上から入っていきましょう。ちょっと遅れてるのが、マップ左下のこちらの飛行場を狙う揚陸艦の部隊がちょっと遅れてますね。では艦隊戦の方に戻ります。第1艦隊も艦列が戻ったので、これでなんとか敵の戦艦空母の入っている、今パンしてるこの敵の艦隊をね、叩いてもらいたいと思います。空母にとどめを刺したい。
さあ、空母戦艦が丸裸になっている。これを逃さずに、撃ち漏らさないようにしていきたいですよね。よし、敵の空母撃沈。これであとは敵の戦艦も仕留めていければ言うことなしなので、敵の戦艦を仕留めていきます。揚陸艦の方は全艦から陸戦隊が出てますね。あとは魚雷の雨で敵の空母を仕留める。敵の戦艦を仕留めていきます。この魚雷の数で敵の戦艦を仕留めていきましょう。あんまりよろしくないのがこっちの陸戦隊の方ですね。状況がちょっとあんまり良くなさそう。敵の戦艦も撃沈。残りの敵の戦艦は1です。揚陸艦をもう1隻、今攻撃を仕掛けている飛行場の方に出していきましょう。なんとかね、今画面の中央に陣取っているこの敵の艦隊、敵の戦艦、これを仕留めたいですよね。これを仕留められるとね、だいぶ、この先ね、戦いやすいかなと思うんですけどね。さあ、敵の飛行場、第一飛行場の破壊は完了しそうですね。ただ、戦艦を未だに撃沈できずにいるっていう、さすがよ、戦艦。至近距離での主砲の撃ち合いは避けたいので、早くね、戦艦を仕留めたいところですが、まだ戦艦、います。第3飛行場。これの攻撃に移ってますね。ようやく、敵の戦艦クイーンエリザベス型撃沈してます。では敵の飛行場のね、破壊作戦に移りましょう。陸戦隊は全部出たんですが、その陸戦隊に敵の航空隊が迫っているという状態ですね。まあ、なんとかね、沈まずに撤退してもらいたいところですが、飛行場自体の破壊は完了してます。あとはできれば沈まずにね、無事撤退してもらいたいなと。すごい。絶妙な感じですり抜けたな。はい。敵の最後の飛行場も破壊完了してます。これで、東地中海ですね。艦隊、無事に到着しています。損害の方を確認しましょう。駆逐艦を全部で、6隻失っていますが、まあ、敵のね、戦艦クイーンエリザベス型、これを撃沈して、正規空母を撃沈、3つの飛行場の占領、十分な戦果だと思います。これで、マダガスカル沖に、この後進出してですね、マダガスカル沖を防衛の最前線に設定して、この後はですね、太平洋方面に展開していきたいと思いますので、次回は、マダガスカル沖、マダガスカル島の攻略戦、行っていきたいと思います。